リビエラはイギリス海軍の水蒸規模艦。リビエラはサウスイーストチャタムレールウェイ社の海峡連絡船としてダンバートンのウィリアム・デニーブラザース社で建造された。海軍本部の要求により1914年8月11日に海軍に取得され、チャタム交渉で4機の水蒸気を運用できるよう改装された。収益後はエンガディン、エンプレスと共に ハリッツを拠点として活動した。3隻から発刊した航空機は1914年のクリスマスに行われたクックスハーフェン襲撃に参加し、セッペリン飛行船を攻撃した。リビエラの乗組員の中には作家として有名なロバート・アースキン・チルダーズもいた。リビエラはその後ドーバー海峡の偵察に従事し、1918年6月に地中海へ移動した。 1919年、リビエラは、レイアーズアイルの船名で、民間船としての使用に戻った。その後1939年8月28日、再びレイアーズアイルとして軍部につき、武装輸送船として、ノルマンディ上陸作戦に参加、戦車や上陸用集艇を輸送した。レイアーズアイルは1946年に、再び民間船としての使用に戻った。 ありがとうございます。